イターは市川田中義則です。今回は市民と共同で行っている市川市の環境への取り組みを特集します。番組後半では市内に伝わる民話をお届けします。どうぞお楽しみに。それでは市内の出来事を振り返るトピックスのコーナーからいきましょう。6月18日市議会議場で有料建設工事施工業者表彰式が行われました。この表彰は市が発注した建設工事の中から市が定める評価基準に対して優良な成績で工事を完了させた施工業者を表彰するもので、今年で31回目を迎えます。今回は平成19年度中に完了した401件の公共建設工事の中から工事種別ごとに最高の評価を受けた7つの工事が表彰されました。入札・契約制度が変化し、優れた施工技術はもちろん、高いコストパフォーマンスが公共工事に求められている現在、こうして優秀な施工業者を表彰することは、さらに施工業者の意識を高めていくことにつながります。藍の川第二排水区水路改良工事で表彰を受けた青山組の青山清さんは、今後とも誠意を尽くして市川市のために頑張っていきたいと思います。今年これに対し千葉光之市長は、市川市の建設工事が皆さんの力で守られるよう、行政もその力を育んでいかなければいけないと、市もより一層努力していくことを述べました。6月22日、市内の小学校5年生と6年生を対象にしたワンパクセミナーが行徳小学校と市川小学校でそれぞれ開催されました。ワンパクセミナーは子どもたちに遊びや自然体験を通して集団活動や仲間づくりの楽しさを体験してもらおうと、市の教育委員会と市川市子ども会育成会連絡協議会が毎年開催しています。セミナーは5回行われ、ゲーム大会やクラフト体験のほか、8月に予定されている冒険キャンプに備えてキャンプの技術を学ぶなど、さまざまなプログラムが用意されています。会場の一つ、行徳小学校の体育館には33人の子どもたちが集まりました。また会場ではスタッフに混じってワンパクセミナー卒業生の中高生がリーダーを務め、参加した子どもたちを指導していました。第1回目の今回は、子どもたちがお互いに打ち解け合えるよう、歌や自己紹介を交えたゲーム大会などが行われ、普段は別々の小学校に通う子どもたちも遊びを通して次第に絆を深めている様子でした。知らないことをいっぱい友達になれて、一緒に話したりできて楽しいです。なんか最初はなんかできるか不安だったけど、スタッフの皆さんとか優しくて楽しかった。ゲームとかも楽しかったです。友達も増えたし、しっぽ取りではみんなと協力してできたので良かったです。ワンパクセミナーは市内在住の小学校5年生6年生の児童なら誰でも参加できます。次回のセミナーは7月13日で、夏の冒険キャンプに備えてキャンプ技術の習得を中心としたプログラムが行われる予定です。詳しくは青少年育成課までお問い合わせください。メディアパーク市川3階にある市川市文学プラザで、日中文化ゆかりの市川の文人たちと題した企画展が9月23日まで開催されています。今回の企画展は、文学者そして政治家として日本と中国の架け橋となり活躍した角松尺の没後30年を記念して企画されました。角松尺は昭和3年から昭和12年までのおよそ9年半諏訪田で生活し、中国の殷や周の時代に使用されていた甲骨文字の研究をはじめとする文学歴史研究を続けました。
今回の展示では角松尺本人により書き入れされた蔵書や著作が紹介され、文学者角松尺の一面を見ることができます。他にも陶小村、草野新平など角松尺と交流があった文人や角松尺を書いた市川の文人も紹介されています。また日本を代表する日本画家東山魁夷の生誕100年を記念して中国との関わりを紹介しているほか、脚本家水木陽子の作品をアジアとの広がりの中で紹介しています。文学プラザではこのほかにも角松尺に関するさまざまなイベントを企画しています。詳しくは文学プラザまでお問い合わせください。以上、トピックスのコーナーでした。マイタウン市川、篠崎直子です。私は今回大賀志和川第一調節地緑地にやってきました。今回ここに来たのは私初めてなんですが、こうして見ると本当に広々とした緑地なんですよね。大賀志和川第一調節地緑地は玉川水系の総合治水事業の一環として整備されました。大雨などで大賀志和川が危険水位を超えたときは、ここに川の水が流れ込むように設計され、周辺地域の水害を防止します。緑地は棚状になっていて、東側の上部は水辺の生き物や緑と触れ合える場所として開放されています。広さは 8.7 ヘクタール、大須防災公園のおよそ3倍の広さがあります。西側は立ち入りが禁止されていますが、棚状に配置された池はかつての田園風景を彷彿とさせてくれます。みんな何年生？3年。小学校3年生なんだ。よくここには来ますか？はい、昨日ちょっと来た。昨日来た。昨日来て牛ガエルもらって、で捕まえようと思ってまた今日来た。おー、すごいね。でもいなかったんだけど、俺結局何も取れなかったみんなじゃよく来てるんだ。はい、うん。どういうとこが好き？でっかい池みたいな、うん、池みたいなところ。池みたいなところ。うん、おたまじゃくしがよく取れるところ。おたまじゃくしがよく取れるところ。だね、うん。君は？仕掛けのある場所。何仕掛けって？仕掛けがある。あそこに牛ガエルとかが捕まえられる。牛ガエルとザリガニどっちかが捕まえれるの。あ、そういうところがあるんだ。はい、おお、君は？うん、そこら辺で、うん、たまに、うん、あれ、おたまじゃくしがいっぱいいるところだから。ザリガニがたくさんいるということで、篠崎さんもザリガニ釣りに挑戦です。あ、やったー、取れた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 、取れました。超ちっちゃいここにいるのはアメリカザリガニ。名前の通りアメリカザリガニは海外から持ち込まれた外来種です。持ち帰ったら他の池や川に放したりしないで、ちゃんと家で飼いましょう。大賀志和川第一調節地緑地は環境 NGO が主催する
日本の環境首都コンテストにおいて、都会に自然を呼び戻す洪水対策の調節地として先進事例特別表彰を受けました。21世紀の課題、地球温暖化とかいろんな問題がありますけれども、その課題を解決する鍵は地域にあるという呼びかけが行われましてですね、でそれに応える形で2001年から始めて今回が7回ということになってますけれども、でこのコンテストで、まあ、市川さんは今回2つの事例が先進事例表彰ということになりまして、1つが都会に自然を呼び戻す調節池、調節池ですけれども、これが、大岡志賀川の、調節池が先進事例となりました。でこの先進事例表彰になった理由ですけれども、一つは調節池の方ですけれども、工事をされるにあたって住民参画で、パートナーシップ組織を作られて、で住民の皆さんと一緒にどんな池にしようかという検討が行われて、その市川の元からある生態系を回復させようという取り組みが住民と一緒に行われ、その結果今では大高が飛来するなど生態系の回復に寄与して、市川市の、取り組み全般的にそういう住民の力を取り込んでいこうという姿勢が見える点も評価されました。こちらにいらっしゃる皆さんは整備の時から緑地作りに携わっているボッケ生き物クラブのメンバーの皆さんです。ちょっと行ってみますね。こんにちは。作業中に申し訳ありません。今はこれ何されてたんですか？今はですね、はい、柳がやっぱり今芽を吹く時なので、柳がちょっと夏場茂りすぎちゃうと見通しが悪くなっちゃうので、新芽、新しく出た芽を今積んでます。今皆さんはこちらの整備の時から携わっているということなんですが、皆さんこのからはこうどんな要望を出したんでしょうか？基本的にここはボッケの昔からある環境を復元しようということなので、それができれば、だから動植物を含めて昔からいるものをここへ戻そうと、まあ、人工的ですけどねということができればということで、で、まあ、緑地作りをこう進めていったわけなんですけど、それを進める上でこう一番重点を置いたことってどんなことなんですかね？こう大切にされたこと。やっぱりここの本来というか田んぼとか水田とかからため池とかそういうところにいる動植物を復元させるための動きなので、それがなるように、だからそれじゃないものが入ってこないようにっていうのは気をつけてますけど、飛んでくるのはしょうがないですけどね。まあそうですよね、自然ですもんね。この柳も全部飛んできたんですよ。まるで植えたみたいに並んでんですけど、はい、そうですよね。全部種が飛んできて自然に生えたものなので、あえて駆逐はしないんですけど、ただやっぱ変なもんもありますけどね。なるほど。で、まあ、自然に自然が集まってという感じですよね。でまあこうね、緑地になったのをご覧になってどうですか？やっぱりこういうとこ市川にはないからいいですよね。増えれば、今ちょっとでも空き地があると家ができちゃうし、と家だらけですもんね。今森もなくなってきてるし。そうですよね。まあ草ですけどね。でもやっぱ緑があるのがいいですよね。ボッケ生き物クラブ以外にも自然環境の保護や地球温暖化対策に取り組んでいる団体はたくさんあります。6月21日鬼高1丁目にあるメディアパーク市川では、そうした団体の活動を紹介するイベント、市川環境フェアが行われました。これはフェアの中で行われたエコライフ推進員の活動報告会の模様です。エコライフ推進員はゴミを少なくする買い物や保温調理で燃料代を節約できること、なるべく排水を汚さない食器の洗い方など、家庭でできる二酸化炭素の排出量削減、省エネ、省資源を自ら実践し市民に紹介するのが大きな役目の一つです。任期は2年で、市の委嘱を受けた30人が北部、中央部、南部の3地域に分かれて活動
動しています。家庭での小さな努力が集まることによって大きな CO2 削減になること、そしてみんなで少しずつできることから努力してもらえるようにお話ししました。これからも推進の嬉しい学びと体験を多くの人に伝えていきたいと思います。2階のグリーンスタジオでは環境に関する市川市の取り組みを紹介したほか、さまざまな団体の活動内容、企業が行っている環境への取り組み事例などが展示されました。各コーナーでは担当者の説明を熱心に聞く来場者も多く、環境への関心が高まっている様子が伺えました。ボッケ生き物クラブもコーナーを設けてクラブの活動内容や大賀シャワガー第一調節磁力紙で見られる動植物を紹介していました。鳥の声がよく聞こえてるんですけど、なんていう鳥なんですかね。そうですね、はい、すごく大きな声で今鳴いてるのはオオヨシキリっていう鳥で、夏になると日本にやってくる鳥ですね、はい、へえ、あそこにいるんですね、あそこの枝のところに止まって鳴いてます。本当にもう自然がいっぱいですよね。そうですね、本当にいろいろな鳥の声が聞こえて心が和む場所だと思います。本当にそうですね。こちらは何ていう植物なんですか。そうですね、こちらがアジェナルコっていう、はい、このカヤツリグサの仲間で、あの昔田んぼにこうナルコってスズメを追い払うのにこう、はい、カラ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 音が鳴るものをつけてたんですね。それに形が似ていて、はい、それで、まあ、アジェナルコっていう名前がついてる。アジェナルコ、ええ、でこっちもカヤツリグサなんですが、はいはい、この花の形が全然違う。こっちは下に垂れ下がってるのに対してこっちは上向いてて、また全然違いますよね。似てるけど違いますね、じゃあミコシガヤっていう、ガヤはあのカヤツリグサのカヤで、ミコシガヤっていうカヤツリグサですね。こう狭い範囲にいろんな種類があるので、まあ通り道のそばでもありますし、はい、ちょっと観察してもらうのにいいところと思ってこういう形で残しています。なるほど、いろんな種類、はい、同じように見えますけどいろんな種類が実は入っているんですね。ヨシがどんどん生えてきてしまって中に隠れてしまうんですね。そうすると逆に見えなくなりますし、あともうこのヨシがどんどんああいうふうに大きく育っていきますので、あんなに大きくなっちゃうんですね、そうするともう今度あの日陰になってしまってこういった植物が育たなくなってしまうっていうこともありますので、まあ、適度に手入れをしながらこうやっていろいろな植物が一箇所で見られるような形であの管理をするようにしています。なるほど、ちゃんと管理された上でこれがあるわけですね。そうですね、あのこの水の中にある藻ですかこれ。そうですね、はい、あのちょっと一見するとなんか泥が溜まってるみたいにも見えるんですけれども、これはあの歴史とした植物でもになります。でこれこんな感じで、あ取ってみるとこんな、結構硬い、ね、で名前もカタシャジクモっていう名前です。カタシャジクモ、はい、ちょっと痛い感じの。そうですね、あこれあの、まあ、ちょっと一見地味なもなんですけれども、はい、あの最近どんどん少なくなっているような感じで、ここではこうやってあの簡単に、まあ、身近に見られるんですけれども、はい、じゃこれすごい貴重なんですね。そうですね、貴重ちょっと珍しい藻になります。まあ、こういう藻がたくさん生えてると、はい、あの魚もよく見ると今ちっちゃい魚があそこいますよね。ああやって魚のまあ餌場になったり隠れ家になったりっていう風にどんどんこういろいろな生き物がまあ育っていく環境が整っていくっていう感じですね。本当に生き物にとってはもうとっても大切なものなんですね。そうですね、卵を産んだりっていう場所にもなりますね。なるほど、はい、
わ、すごいですね。そうですね、足元気をつけて、はい、大丈夫です。あそこにもう一つ別の藻があるんですよ、はい、え、もう藻ですか。そうですね、この辺からあるかな、こう。おで、あとあそこ、あの水面に白い粒々が、はい、出てますね、あれが花ですね。あ、花なんだ、なんか松みたいなちょっと感じの。そうですね、これは糸藻っていう種類の藻ですね。糸藻、この藻はあの皆さんが植えたものなんですか。あ、ではないです。これはもともとここにあって、ここはあの外からいろいろなものを持ち込んで植えたりっていうことはしてないんですね。あ、してないんですね。できるだけあのこの場所の自然の形を残そうっていうことで、はい、あの別のとこから持ってきたりっていうのはしてないです。なんでこれも、はい、もともとこの辺にあったものが、まあ、一度あの工事をして、はい、まあ、種の状態とかで多分土の中に残っていって、また水が張られて戻っ、はい、あの生えてきたっていう形になりますね。すごいですね。じゃあ長い間土の中でこうずっと待っていて。そうですね、なんかロマンを感じますよね。すごい。本当にここは自然がいっぱいの緑地でした。ぜひ皆さんも遊びに来てください。きっといろんな発見があると思いますよ。以上、特集のコーナーでした。第3回健康都市連合国際大会が今年の秋、市川市を会場に開催されます。メインテーマは健康で安全な都市社会、それを実現する健康都市の取り組み。現在専用のホームページを立ち上げ、大会の概要や日程などを掲載しています。ぜひご覧になってください。皆さんでこの大会を盛り上げていきましょう。市川の民話。このコーナーでは市川市に伝わる民話をご紹介します。今回のお話は、八幡のやぶしらず。昔々、一人の旅人が江戸に向かう途中、八幡のやぶしらずの近くを通りかかったんだと。すると子供たちが 5,6 人集まってガヤガヤ騒いでいます。足をもいじょか、羽を取っちゃうよ、いや地面に踏みつけてしまえ。近づいてみると大きなアブが1匹藁の先に弱えつけられて苦しそうにもがいていたんだと。かわいそうに、そのアブをわしに売ってくれないか。旅人は子供たちにお金を渡してそのアブをもらいました。いいかい、今度は子供たちに捕まらないように飛ぶんだぞ。そう言ってアブを逃がしてやりました。アブは嬉しそうに旅人の周りを3回回ってどこかに飛んでいってしまったんだと。さて、江戸で用事を済ませた旅人が帰りにまた八幡のやぶしらずのそばを通りかかると、八幡のやぶしらずの竹の数を正しく数えた者には褒美を使わすと書いた立て札があったんだと。旅人は、よし、わしが数えてみよう。それを聞いた村の人は、とんでもねえ、この藪に入って生きて出てきた人なんかありゃしないんだ、みんな迷って死んでしまうんだぞ。旅人は
それを聞くとますます入ってみたくなって、みんなが止めるのを振り切って藪の中に入っていってしまったんだと。藪の中のものすごい竹に驚きながらも数え始めました。1本、2本、3本、156本、157本、一生懸命数えますが、途中でわからなくなってしまい、何回も何回もやり直して、またまたわからなくなってしまった。とうとう頭を抱えてしゃがみ込んでしまったと。その時です。ブーンブーンと大きなアブが飛んできたと。うるさいな、あっちへ行け。追い払っても追い払っても、ブーンブーン、三千三本、ブーンブーン。アブは飛びながら言っています。おお、そうか、お前はこの間助けたアブだな。わしに竹の数を教えに来てくれたのか。と叫ぶと、アブは嬉しそうに、ブーンブーン、三千三本、ブーンブーン。と泣きながら旅人の周りを三回回って、どこかに飛んで行ってしまったと。三千三本、竹の数を正しく数えた旅人は、たくさんのご褒美をもらって、自分の村に帰って行きましたとさ。めでたし、めでたし。現在、屋内プールを先行オープンしている市民プールが7月5日から全体開場します。今年はプールサイドをリニューアルしたほか、ロッカーを無料にするなど、さらに楽しく利用しやすくなりました。ぜひ皆さん遊びに来てください。庁舎改修工事のため、来年1月まで市役所本庁舎前の駐車台数が大幅に縮小しています。来庁する際はなるべく公共交通機関のご利用をお願いします。また車でお越しの際は第2、第3駐車場をご利用ください。それでは最後に、これから行われるイベントのスケジュールです。次回7月5日からの放送は、市職員の研修について特集します。どうぞご覧ください。